愛媛県立松山商業高等学校は愛媛県松山市朝日町にある公立高等学校。略称は松山商業、松山商、松商。全日制と定時制からなる。資格取得に力を入れており、全国商業高等学校協会主催の検定休止簿の取得を目標としている。2012年度には、 情報ビジネス科クラスが2年生児でクラス40人全員が3種類以上1級を合格する多種目合格を達成しており2年生のうちにクラス全員が達成するのはごく稀だと言われているまた部活動が盛んで多くの部活動が全国大会などに出場している全国大会レベルの記録を残した部活動について記述する甲子園 通算80勝を挙げており、高校野球関連の書籍で名門校と言及されている。2016年現在の春夏の成績の内訳は、夏の選手権大会で60勝、春の選抜大会で20勝。夏の選手権大会では、公立高校として全国最多の勝利数であり、このことから夏将軍と呼ばれている。高校野球史上で唯一、大将、昭和、 平成の各言語下で全国制覇を果たしている。名試合としてなどが挙げられる。また、野球殿堂入り OB を含め多くのプロ野球選手を輩出している。歴代監督は伝統的に同行野球部 OB が務めるのが慣例であったが、教職員の人事異動に伴い2009年8月に就任した重沢和氏は今治西野球部 OB であり、 創立以来史上初めて外部出身の監督が就任する形となった。2016年現在、全国高等学校駅伝競争大会に10回出場している。オリンピック選手の土佐玲子が卒業生である。1987年の第32回全国高等学校軟式野球選手権大会で優勝している。2018年の 第63回全国高等学校軟式野球選手、県大会に出場している。2013年に愛媛県予選を突破し、第92回全国、2010年現在、全国高等学校ラグビーフットボール大会に7回出場している。1995年、2001年の全国高等学校総合体育、大会ハンドボール競技大会に出場している。 2014年の全国高等学校ソフトボール選抜大会に出場している。2015年、2016年、2017年の全日本卓球選手権大会、2015年の全国高等学校選抜卓球大会、2015年。ありがとうございます。